僕が儲けてる自慢することが社会に対する価値ではないので、広告なんてこんなもんだよ、新規集客なんてこんな数字なんだよ、これでもプロはよしとしてるんだよっていうことを社会に知らしたかったから僕は全部数字を言いました。そしてそれを見て、あ、なんだこいつ大したことないやんっていう客はいりません。それを見て、この人はほんまに自分の都合のいいことしか言わないんじゃなく、都合の悪いことも全部言う、頼むんだったらこの人やなって思われた方がいいじゃないですか。だってそういう人と仕事したいから。僕は考えてください、素晴らしい数字ばっかり、最高のね、マックスの数字ばっかりを伝えて取ったクライアントの時どんなプレッシャーか分かりますか。ですよね。自分がやってきたこととか世の中に出てる数字の中で最高の数字だけ見せてクライアント取ってしまったら、それ以外が全て失敗になりますよ。つまり 99.9% 失敗するってことです、そんなものですよね。正直に自分が全部伝えて、だから僕は全てのクライアントに、まあ、やってみるまで分かりませんって絶対言います。なんでうまくいくかどうかを確かめましょうっていう話を絶対します、全てのクライアントでね。それでも通るんですよ。今までの考え方だったらそれじゃ通らないと思うんじゃないですか、ね、成果を出さないといけない、成果を出すからクライアント取れるって思ってるから、それが通らないと思うんです。通るんです。この人信じてあかんかったらまあしゃあないやろ、この人信じるに値するなって思ってもらっただけです。なので非常に重要です。本当に今日している話っていうのは非常に重要です。そんな話が聞きたかったんじゃないんだ、もっともっと技術を磨きたいって言ったら別の場所で磨けばいいし。僕はもう何回も同じこと何回も言いますよ。だって何回も言います、言い方変えて角度変えて何回も言います。僕は現場に出るために絶対に必要なことだけ教えてます。一番最初スタートアップの時に現場に出るために絶対に必要なことを教えてます。そして長期にわたって皆さんを支えてくれるものを教えてます。なぜそれを教えているかっていうと、目先のスキル、目先の技術、目先のうまいやり方を伝えたところで何にもならなかったからです。何にもなりませんでした。なので、それをお伝えしています。ちょっと休憩して、2時からレビューの方を、していきます。それの残った時間でちょっとモデルの話、ビジネスモデルの話ですね。今、まあ、いろいろ、まあ、ポッドキャストで話してるんですけれども、あれの具体的なやつです。今、いろんなことでビジネスでテストして、どうやら昔僕が言ってたことは、まあ、半分間違えてたなということが分かりましたので、それをまあ修正というか訂正、ですね、まあ、ちょっと要素が一つ加わってですね、まあ、こっちの方がうまくいきやすいというモデルができましたので、まあ、ビジネスモデル、これから皆さんが構築するときの一つの基準となるビジネスモデルについてね、お話をしていきたいと思います。じゃあちょっと休憩を